はい、それではただいま行われます第9戦、記者会見を行いたいと思います。まずは3選手に拍手をお願いいたします。それでは逆転で今季3勝目ということになったかと思います。トムス・マルコ・セーター選手です。第9戦振り返ってください。はい、レースとしては少ない周回数でしたけども、スタートで、決めることができて、雨のレースもライツで経験してる人は多分少なかったと思うので、そこら辺の経験値で、前に出れたというか、今週ずっとペースが良くなかったので、ラッキーではありますけど、最後こういう形で締めくくれて良かったです。スタート練習、雨になったということもあって、どのドライバーも2回3回やってて、今日の朝も含めていうと、5回6回みんな練習してたと思うんですけども、その中でもやっぱり、中村選手と野中選手、古谷選手といったら、トムスでも、比較的安定していいタイミングで加速してるなというふうに見てたんですけど、何かやっぱりコツみたいなのがやっぱあるんですか？特別なことをやってるわけではないので、ドライとやっぱグリップレベルが違うっていうところで、そのクラッチのつなぐ量とかを、少なくしてるだけというか、やっぱりホイールスピンが非常に、しやすいところなので、そこのクラッチの離し方っていうのは気をつけてはいました。それはバッチリ決まって、野中選手と古谷選手がおそらくすごくいいスタートをされたと思うんですね。逆にちょっと中村選手がね、反応ちょっと遅れたのかなというふうに思いましたけれども、ピッチコーナーで、小出選手と並走してというところではもうやったなと思いました。そうですね、ただ1コーナーも余裕で前に出てたわけではなくて、そのちょっとブレーキング勝負みたいなところはあったんですけど、もうここはちょっとリスク背負ってでも行くしかないというか、しっかり気合い入れて1コーナー飛び込んだっていうのがスタート後の一周になります。その後2秒前後ですかね、1回ギャップを掴んだ後にまた少し小出選手にキャッチアップされてきている中で選手 SC が出たというところでしたが、状況的にはどうなんでしょう。助けられたという感覚なのか、あるいは水を差されたと思っているのかどうでしょう。正直本当に今週ドライもレインもペースなかったので、助けられたっていうのが、素直な気持ちですけど、ただその小出選手が迫ってくる中で、見ながら彼のライン取りだったりとか、セクター1とかどんどん良くなっていったんですけど、走りの部分でもどんどんペースは上がっていたので、もっと速くなったと思います。はい、これで、3勝目、ポイントランキングの首位というところをまた手堅いところにして、次、7月が富士スピードウェイということになると思うんですけども、そちらに向けていかがでしょうか。はい、今回予選が、どちらとも8番手って、実質ビリーみたいなものなんですけど、やっぱそこに対してやっぱ不安要素はやっぱいっぱいあるというか、やっぱ改善しないといけないといけない部分がたくさんあるので、本当このレースは本当運が良くてここに入れますけど、本来全部表彰台逃してもおかしくなかったと思うので、そのシリーズにおいては本当にトムスの中では中村選手が今週早かったですし、そういうデータもありますので、ちょっと気を引き締めて今後のレースやっていかないと、ちょっと簡単にやられてしまうかなという危機感は持っています。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。すみません、本日2位という形になりましたミニマックスレーシングチームの小出俊選手です。第9戦振り返ってください。はい、そうですね、本当午前中のレースはSC スタートになったので、どれぐらいそのグリッド上でこのレインタイヤが路面に食いつくかというところを、ちょっと確かめられなかったのもあって、全員がもちろん初めてで同じシチュエーションだと思うんですけど、そこにちょっとスタートでうまくアジャストできなかったっていうところで、本当に4番手の野中選手がすごくいいスタートを切っていたので、1コーナーでサイドバイサイドという形になって、あそこでももうなんとかそこで前を守りたかったんですけど、
まあ、その外側からの、まあ、序盤の野中選手のペースも良かったですし、多分1コーナーの多分グリップタイヤのグリップ的にも良かったので、ちょっとそこでは守りきれず前に出してしまって、そこからまあなんとか追い抜き返そうと思ってプッシュはしたんですけど、途中で SC が出てしまって、まあ、そのまま残念ながら終わってしまったという形ですね。まあ、もちろん野中選手はこのまま終わってくれていいよと思ったと思うんですが、これで選手はもう早く SC どいてくれようと思ったんですよね。そうですね、まあ、もう本当にすぐどいてほしかったです、はい。まあ、とはいえ、オートポリス、そしてスゴでも1勝ずつマークされてというところなんですが、まあ、次、富士ということになりますけれども、富士に向けて一言お願いします。そうですね、まあ、今年、去年と、まあ、チームから去年のチームから移籍して、BMAX レーシングさんに移籍して、まあ、2大会終わったわけですけど、本当に手応えはすごく感じてきて、だんだんチームとうまくコミュニケーションが取れるようになってきているので、まあ、ここから先に関しては結構自分としてはいけるんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございました。すみません、本日3位ということになりました。トムス中村仁選手です。第9戦を振り返ってください。はい、まあ、一番の敗因はスタートでしかないと思うんですけど、そうですね、スタート練習何回もしたんですけど、今日の朝から含めて、4回くらいですかね、やったんですけど、まあ、どれもうまくいかなくてエースとしちゃったりもしたし、やっぱりすごい不安要素を抱えてのスタートだったんで、まあ、とにかくエースだけは避けようっていう思いで、まあ本当に普通の発信をしたんですけれども、まあ、それは反応は悪くなるわけで、まあ、でも、エースとせずにスタートできたっていうのは、まあ、自分の中では、まあ、5点くらいは与えてもいいかなっていう感じなんで、まあ、まずはスタート切れたことが良かったかなと思います。ビート出口のスタート練習の時に確かに見てると、まあ、演奏されたと思うんですけど、あの時とやはりグリッド上等っていうのはちょっとフィーリングとしては近いところがあって、ちょっと不安があったんですか？そうですね、まあ結局水張ってるのには変わりないんで、まあ同じだろうと思って、まあそうですね、演奏したらもう元も子もないんで、はい、とにかくスタートを切ることに専念しました。はい、なるほど。ということは若干安全にスタートしたと。そうですね、まあ、安全にスタートした結果、スタートした瞬間5番手まで落ちてしまいましたけど、まあ、その直後はしっかり、まあ、いい位置取りもできたと思うし、まあ、ちょっと運が良かったところもあると思って、まあまあ、僕は僕で運が良くてここに入れるかなって思います。はい、まあ、スタート直後に、古谷選手に、ね、先行されている中で3コーナーで、古谷選手がちょっとバランスを崩して、オスアウトされたので、まあ、それでまたポジションを戻してというところがあったと思います。まあ、これで、まあ、スゴを終えて、まあ2大会終わったという形になると思います。まあ、シリーズを考えれば3分の1終わったという形だと思うんですけども、まあ、これまでの戦い、それから今後に向けて、どのあたりポイントになるでしょうか？そうですね、まあ、これまでに大会すごい大きな課題がやっぱり経験の浅さが来るものも多かったですし、まあ、そもそも根本的に足りてないところもありましたし、まあ、前回のオートポリス大会でも今回でもすごいたくさん出たんで、やっぱりそこは逆に自分に対しての自信になっていますし、まあ、自分に対してこれからどれだけ強くなっていけるかっていう、まあ、好奇心もありますし、まあ、これからのあと4大会がすごい楽しみで、まあ、シリーズ考えても今のポジションはまあ悪くないと思うので、先輩ドライバーたちに負けずしっかりチャンピオンを目指して走っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。